皆さんどうもピーマンドですというわけで今回俺と横浜の143日物語実況118回目になりますぞい。今回も阪神3連戦の2戦目をプレイしていこう。1戦目は無事勝利でございました。番長久々の、勝利で後半戦初勝利だったんですけどね、これがリーグ最多の12勝でございますよ。このままもしかしたら番長ミラー最多勝を取るかもしれんね。やばいかもしれない。さあ本日もやっていこうよ。今日も勝つ相手は藤浪だね。今回の実況はチームがチャンスになると私ピーマンが打撃で操作していくからね、藤浪をボコボコにする。よろしく。さて今日の先発久保、ノーノン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 と行きたいとこなんだが、他に先発はいないからな。ただこの調子だと必ず打たれる。もううんこ漏れそうな顔してんな。もうかわいそうになってきた。トイレ行きなさいよあなた。しゃあないですね、他にいないので今日は久保任せましょう。5回3失点くらいなら全然 OK だ。最低条件ね、5回3失点は普通に OK、それ以上は求めない。でベストオーダーはこんな感じね、前回の実況で2軍からこの音坂をね1軍に上げてきましたので、今日は7番スタメン起用を早速使っていきますよ。長打力ある選手ですからね、その長打力というものを今ここで見せてくれたらいいなと俺は思っている。 OK、 じゃあ藤浪を打とう。やってこう。今季22回戦目の戦いでございます。最近6試合の結果このようになってるね。あ、前回勝つまでは阪神戦3連敗だったんだね。そんなん続いてたんだ、知らなかった。阪神にはそんな連敗で負けた記憶はないような気がするんですけどね、どうやら負けてたらしい。ま、関係ないけどね、今日勝つからね。前回も勝ったし今日も勝てるし。お、エラーで出塁でワンアウトランナーじゃないね、2アウトランナー2塁1塁、このチャンスいただきます。梶谷2塁ランナー筒香ですからね、シングルで帰ってこれないので、ここでちょっと右中間左中間を破るツーベースお願いしますよ。ノー。これが3球目。おお、よしよしよし、ナイスナイス、行こう、ホームまで行こう、ホームまで行こう、全然行ける全然行ける、カモ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 、レッツゴー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 、イエスイエスイエス、ナイス。梶谷シングルタイムリーヒット、素晴らしい。完全に誰もいないヒットコースに打ったね。ほんで外野もちょっと後ろ下がってましたから、筒香の足でもこれは帰ってこれるよ。ナイス。藤浪君をいきなり1回から打ちましたよ。立ち上がりが弱いな、まだまだ点は入れていく。さてここでギグス、得点圏打率は2割8分2厘、得点圏のホームランは4本だね。9本打ってる中得点圏でホームランが4本ってなかなかいいよね。ただアベレージが2割2ブロックと低すぎるな。まあでもホームラン打ってくれたらいいや。ここで頼むぞ。おっとボール、危ねえな。藤浪君には中島あたり破壊されてるからね。一回ちょっとコントロールには気をつけてしっかりしなさい。さて音坂回ってきた、このチャンス、2アウトランナー満塁。ここで結果を残せば、まあもう残るゲームは20数試合しかありませんけど、その20数試合スタメンですよ。結果を残せばね。緩いボールしっかりと見極めました。これが4球目。フォーク見送るべきだった。でも振っちゃうよね。おお、えぐいツーシームだな。反応できなかったよ。ギリギリボール。当然押し出しということになります。さてどうなる、フルカウント。結果はこれが6球目。あー、もうダメだ、完全にフォアボール待ちだった。もういかんいかんいかん、普通打ちに行こうとするんだけどね、俺はさ打つ自信がないんだろうね、俺という人間の弱さが出てしまったよ。打てないからフォアボールを待とうと、その気持ちが大きすぎたね。やらかしたこれは。打ちに行くんだった。おー、一回完璧なピッチング。久保調子悪いけど全然大丈夫だね。ほんでフォアボールで出塁、ナイスチャンスだ。やばいじゃないですか、そのうんこ漏れそうな顔はどうしたのよ。試合前にすっきりしてきたのかな、だろうね。尻を押さえて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけば。おお、フルカウント。まあ一球絶対見ましょう。ここはどういった配球になりますか。ちょっと濃厚すぎるね、球数も2回で46球か。ひでえな。まあここはしゃあないわ。2アウトランナー2塁1塁、チャンスは変わらずだからね。得点圏打率ランキングはリーグ4位ですか。さて2ットゴー、行こう。ここで一発見せたろか。うー、このフォークだよね、今日はこれを振っちゃってるんだよな。危ない球です。
さあ4球目は何か。これは2-2カモーン。今シーズン得点圏での打率は、うん、あーやらかしたい。これはダメだ。チャンス生かせず連続凡退だね。まあ1点取ってるのはこっちですから、勝ってるのはこっちだし、うん、何も心配することはない。さて皆さん、いいね、これで三振3つ目。あら怪我した一瞬にして怪我した。ヒット打って怪我した。情けねえ。タイムリーツーベース。オーマイガー。試合ひっくり返したね。8番梅野にツーベースを許してしまった。しっかりしろよ。お、これもエラーで出塁。ナイス。またエラーからのチャンスだね。フォアボール、エラーからのランナー2塁1塁。そして高城。ひどすぎる成績だ。これミネイ使った方が絶対いいな。ただミネイと、もう極端に対右弱いからね。対左だと強いんだが、どうだ落ちるか微妙なとこ。イエス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 、ナイス。素通りかい鳥谷、ありがとう。坂本なら取ってたよ。なんだ今の。あ、もう取られた、無理だ、次頑張ろうと思ったらね、あんなこともあるんだね。リプレイ見ていこうよ。どうしたこれ、完全に詰まった打球だね。落ちるか落ちないかわりかし微妙なとこ。あ、もう取られたんだなと思った、なぜか立ち止まるっていう。ダッセー、これ非常にダサいね。情けねえわ、もうこんなよっしゃ、これで試合振り出しですよ。また同点、頑張ろう。鳥谷さんに助けられたわ、ありがとう。鳥谷は神だ、横浜の神だ。落ちるボールです。おい、うーん、いい球、甘いぞ今の。これが5球目。おお、ツーボール。ピッチャーに対して投げすぎでしょ、もっとポンポンといかないと。ファールボールです。テンポがなさすぎるね。これでは勝てないよ藤浪くん。んー、まあ、しゃあない、ここはピッチャーですからね。ただ3回に球数が77球だからね、どんだけ内容が悪いかわかるよね。これひどすぎるわ。まあ、ちょっとエラーが絡んでるのはかわいそうだけどね。ここまで1回も3回の得点もエラーからの得点ですからね。うわ、久保、抑えろよ。うわ、マートにタイムリー。ノー、やっぱその顔色の悪さは、調子が悪かったんだね。もううんこしてこいよ、早く。便秘気味なのかな、出ないのかな。そら、お前、便秘気味でさ、うんこ出そうな感じなのね。マウンド立たされたら、こうなるわな。うん、ダメだね。無理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 。期待はしてみたが、さすがに使えない。大原行ってみよう。頼む。まあ、ここはもう1点はしゃあないからね。4点目はしゃあないにしても、5点目はない。おお、どうだ？ナイス！いいね！完璧に切ったね！悪い流れを。1点も入れささず、素晴らしい。ナイス大原、2イニング行ってみよう。5回のマウンドはお前に託した。いけるいける。おー、マジか。やべえな。ただチャンスはちょっと作れてないね。投手データを見ていこう。うん、大原、球数は28球、3イニング目はどうだ？ここまで被安打0ですからね。ほんで次は誰から始まんの？3番鳥谷。福留。対左弱いのが続くからね。よし、ここは大原でいけるだろう。よし、セカンドフライ、いけるいける。かも。あ、こ、まだ違うわ。はは。うん、こっちがね。はい、1人。2人。うわー、3人でフォアボールからの梅野。よっしゃ、盗塁失敗。ありがとう、大原、お疲れ様。今日は素晴らしいピッチングだ。完璧な中継ぎだね。これぞ中継ぎというくらいの活躍だよ。先発のランナーを返さず、ゼロで抑えるっていうね。さて、ロペス見せてくれ。1点差だ。うわー、初球打ち凡退。最低限の進塁だ。さて、2アウト、ランナー3塁。これがアウトカウント0だったらいいんだけどね。ワンアウト、初球打ち、セカンドゴロはあかんわ。さて、梶谷、見せてくれ、お前の実力をここで打つんだい。ここが内野安打もある場面ですからね。相手は引っ張りシフトですから、セカンド後方、セカンドに弱い打球を打てばあるんだけど、ここはゴメス真正面、断念。3点目はなし。いやいやいや、藤波に勝ち投手をつけるのは許さんぞ。絶対にそういうことはなしでいこう。ピッチャー変えていきましょう。大原くん、いいピッチングでございました。ほんで次は誰から始まる？9番梅野から始まるね。あ、上本、ははは、全治33日。ヒット打ったのにかわいそうだね、これ。何やったのかな？すんごい怪我してるけど。梅野から始まりますね。ならここは、大田くん行ってみよう。頼むぞ。一人。二人。で、3人、レッツゴー。ワイツ。よし、ナイスナイス。よかったよかった。さて、3点目を取りに行くぜ、みんな。打ってくれ。
おお、でチャンス得点圏じゃないね。いや、ここは代打送っていきますよ。相手ピッチャー誰？安藤か。右投げですからね。ここは今日調子のいい白崎で OK でしょ。対右ミートはいいか。しょぼいが打てる。おお、ナイスナイスナイス、しっかりと代打で結果を残してくれたね。さて、ここで荒波カモン。うわー、打率結構落ちてんなー。2割9分後半はあったんだけど、そこはキープできてたんだけどね、ちょっと前半まで落ち込んでる。そうですね、ここで打て、ミート力はかなりあるぞ。もう初球から振りに行っていいね。厳しいコースを徹底してほしいですね。バッターボックスの荒波、今シーズン得点圏での打率は、どうだ、抜けろ抜けろ抜けて、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、同点同点同点、ホーム行こうホーム行こう、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、イエスイエス、勝ち越しだ、勝ち越しタイムリー。荒波荒波荒波、イエーイ、ほーナイス、試合がひっくり返りまして、この回素晴らしい。ピッチャーへの打球、ちょっと打球のスピードが弱かったんでね、ショートに取られるかという打球でしたが、そのまま抜けて、そしてその弱い分もあってですね、外野が取るのちょっと時間かかったよね。ほんで4点目が入ったというわけですよ。いや、もうこれは勝つよ絶対にね。うわー、グリエルのとどめのホームラン。オーマイが今季何号目だい、これ素晴らしい、よく打ってくれた。さて、これ8回のマウンドになるかな。三上と行きたいとこなんだが、この疲労はさすがか。長田で OK でしょう。でも守備固め送っていきましょう。これだけの点差があれば守備固め送っていいね。ギグスのとこにショート倉本だね。で、レフトに、田村。ほんで、梶谷のとこに松本入れて、ほんで、センターを松本、ライトは荒波だね。ほんで、サード、トゥットゥ、ゴーの部分を山崎に変えようかな。いや、山崎をセカンドにして、グリエルをサードで OK だわ。これで OK だね。よし、頼むぞ。しっかりと抑えろ。はい、ヒット、いきなりね。でも大丈夫。これだけの点差があるんだからね。ここでホームラン浴びてもまだ1点差。ポジティブに行こう。どうした？キュンどうした？よし、荒井亮太を抑えたね。完璧だ。兄の新井の方なら無理だったけどね。新井貴弘ならね。亮太はいけるよ。さて、最後、山崎行ってくれ。ちょっと疲労は溜まってるがね。頑張るんだ。いけるだろうに。はい、一人。二人。三。What's to this? 三。三。What? どうした？何してんの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 ？お前。何してんの？クソクローザー。はい、クローザー失格。ありがとう。二度と君を使わない。クローザーとしてね。ひどすぎる。何してんのお前。ふざけんなよ、ゴルラ。いや、お前、この試合落としてみろ。確実に俺、ぶち切れるぞ。暴れるぜ、お前。さて、ここで鳥谷。ちょっと待って、打者データ見ていこう。今日は鳥谷は、ノーヒット。対右の方が強く、対左にどっちかといえば弱い選手だからね。いや、ここで送るのは誰だ。一点取られたら同点だからね。砂田、中継ぎ適性あるね。頼むわ、ちょっと、先発の砂田をここで行かせましょう。頼む、抑えてくれ、もうお前しかいない。1点取られた、同点だ、試合また振り出しだぞ。あとワンアウトで試合はゲームセット、頼んだ。よし、ナイス、ナイス、ナイス、鳥谷を抑えてゲームセット。しかし、クローザー山崎、もう終わり。君を二度とクローザーでは使わない、決めました。ないです。ないないない。絶対にない。ひどすぎる。本当に8月に入ってからね、チームが負けてるのはこの山崎のせいだね。まあ1年目のルーキーですからね、1年戦うスタミナ、所詮はないというわけだ。即戦力でも何でもね、1年戦えねえ奴が横浜に入ってくんじゃねえ。そんな奴はいらない。2軍で積んでろ。うんこをね。うんこを積んでろ、お前みたいな奴は。ひどすぎる。もう何も期待できないでしょ。何も期待することはないでしょ。チームは6対5、しかし9回危なかった。砂田よく抑えてくれたね。先発ピッチャーなんですけど無理を言ってね。あそこで他のピッチャーは行かせられないわ。行かすなら左ピッチャーで、ほんでもう一人いたけど調子悪かったからね。あいつを出してたら多分押し出しのフォアボールあたりやってたよ。あぶね。無事勝利することができました。太田今季2�勝目、砂田今季1セーブ目、そしてグリエルが今季18号。あそこで素晴らしい場面で出たね。あのグリエルのホームランがなければ、まあこれ結果論になりますけど、さよなら負け食らってるわけですからね。こっちは危なかったな。ナイスグリエル、ほんとカミエルだったね。本日もカミエルでございました。そして選手の起用法を変えていきましょう。何度も言ってる通り、山崎もクローザーとして失格なんでね。
まあ、この入れ替えというのは何度もしてます。三上、山崎はね、お前ダメだ、もう三上で行く、いやお前はダメだ、もう山崎で行くという切り替えをしてるんですが、さすがにもう我慢の限界ですね。三上で OK だ、うん、防御率を見たら山崎の方がいいですけど、やっぱセーブ失敗が多すぎる。何も期待できないんでね、やっぱこっちでしょ。なんだかんだ言いつつ結果残すは三上だと思うんでね。ラサオくんはいつ戻ってくんの？あ、もう使えるね。行こう行こう行こう。一軍に上げていこう。ようやく使えるようになったよ。この男も怪我してたんだけどね。筒香、浅尾に中島、この3人今怪我してましたからね。悪い時は。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。じゃあ誰下げようか。鏡を下げて浅尾ですね。オーケー、ナイス。浅尾くんが戻ってきたことによって、これはいいぞ。これからまた強い横浜が戻ってくるね。オーケー、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わり。マジックが13、そして2連勝となりました。この勢いで阪神戦3連勝といこうよ。明日の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おうぜ。へい。